多分保管してあったであろう食材を次々と持っていくやつ。よし。はっ。てや。よし。ってことはこっから行かん方がいいんじゃないん？こっちからさ。あれ？もしかしてまたつけるところからかな？はっ。ここで、ピンを打ちます。オッケー、行こう。この辺からよじ登って行った方が早いんじゃね？おったりする？え、あれもやない。え、何？いっぱいいるの？え、あれもあれも？もしや。嫌なんですけど。とりあえずこっち。なるべく安全な道行こう。よいしょ。あんなんおるとか知らんかっ、あれ敵？コウモリっぽいやつ。敵やな。くんなし。一つ目。これで。もしかしてなんかアイテムとか落としてる。キースの羽。キースを倒して手に入れた素材。よく見ると細かい木がびっしり生えている。虫と一緒に煮込むと。食べれるのもしや。キースの目玉。キースを倒して手に入れたとても珍しい素材。食材としては使えそうもないが、何か他の使い道があるかもしれない。目玉まで取るのか。ひえー。あれだね、あれあれ。さあ、目指してくよ。てか、せっかくさ、3箇所っていうか、もう1箇所もつけたのに、あれも消えたってことかな。でも、こういう高台から見えるかもしれんね。見えたらそこでつけとけばいいか。はっ。なんかこの辺とかから見えん？ん？何あれ？あんな建物あったっけ？わからん。あれがおじいさんがおったとこ？あっちがハイラル城やね。なんかまがまがしい。ガノンの怨念か何かが包んだるとこ。あれ？どっちの方向やっけ？こっちか。なんかあれめっちゃ崖の上に立ってない？ねえ。あれは崖を登っていくってことかな？ん？敵か。敵だな。しゃっ。行こうじゃないか。ん？何あれ？焚き火に当たりよる？焚き火に当たりよるね。なになんかそういうのとか見られるん？なんか会話しよらん、あいつら。面白いね。ああいうシーンとか見れるんや。ちょっとそっとしといてあげよう。かわいそうやけん。なんかああいうさ、生活しよる部分を見たらちょっとそっとしておきたくなるよね。ん？なんかあそこ山小屋みたいなのある。こっちは関係ないんかな？遺跡みたいなのあるけど。ちょっと寄ってみよっか。いろいろアイテムが落ちとるかもしれん。あそこの鳥とかはどうなん？仕留めれるんかな？くそ、飛び立って行きやがった。爆弾とかやったら仕留めれたかな？頑張りだけ。森の木のそばに生える緑色のキノコ。大地のエネルギーをたくさん溜め込んでいて、料理に使うと頑張りが回復する効果が現れる。頑張りっていうのはあのゲー、おお、登れる。木に登れる。なるほど。なんか今、これ違う種類じゃない？ハイラル岳。ハイラルの森を代表するキノコ。木のそばに生えることが多く、食べるとハート回復の効果がある。あ、いいね。それはいい。んで？あ、なんかいっぱいキノコ生えてる。取っとこう。ここも、ここも。ここなんか人生活しとんじゃない？鍋の蓋。村人の生活を支える料理鍋の蓋。丈夫な木で作られてはいるが、盾として使い続けるには心もとない。あ、ボコブリの盾の方がいいんやね。暇を潰す？焚き火の周りでは時間を経過させることができる。へぇー。いや、潰さなくていいよ。せっかく今朝になったのに。ねえ。いちいち夜に並んでも。あ、なんかノート置いてある。ポカポカ草の実。生で食べるとピリピリする身。料理に使うと体が温まり、寒いところでも耐えられるようになる。老人の日記のようだ。あのおじいさんやったりとか。人も近づかんこの大地では、わしの唯一の楽しみは料理だ。
そして今日、ついに究極の料理が完成した。名付けてピリ辛三回焼きだ。この料理のすごいところは、体力回復はもちろん、寒い雪山でもポカポカで動き回れるということだ。これさえあれば、あの窮屈な防寒着などもういらん。もっと読む。これ多分なんかヒントよね。だが何としたことか、肝心のレシピを書き留めるのを忘れてしまった。獣肉とポカポカソウの実を使ったのは覚えているのだが、他に何を使ったのかどうしても思い出せない。わしも歳を取ったものだ。もっと読む。書き留めとけよ、老人。ん？もしその食材を教えてくれるものが現れたら、例にわしの防寒着を進呈してやろう。結局防寒着なん、レシピの方じゃない。虚しい願いだとは思うが。で、そのおじいさんは一体どこにおる？あ、武器。木こりの斧。木こりの斧ってことは、ぷかぷかそうの実。武器ポーチがいっぱい。やけん、ちょっと。違う。どれかなぁ。木こりの斧でもいっぱい持っとんやな。ね。あ、いっぱい？いっぱいじゃないんか。一個しか持ってないんか。いや、弱いんか。じゃあ別にいらんかな。他のやつの方が強いもんね。じゃあいいや。ここにベッドあるけど、寝れんの？寝れんのか。くそー。あ、なんか、焼きリンゴ、頑張りたけ。多分保管してあったであろう食材を次々と持っていくやつ。大丈夫かな？ここで生活しよった人、生活しよる人おるんかな？誰か。あ、これは武器になるんじゃないか。畑のフォーク。干し草を効率よく集めるための農具。誰でも扱えるように軽く作られている。4つに分かれた先端は結構鋭い。これはあれだね。攻撃力7あるってことは、木こりの斧よりもあっちの方がいいってことだ。よし。これは？あ、これは何もできんのか。こっちは？持てる。あ、すげえ。見てこれ。これあれじゃない？これに入りとったら敵に気づかれんとかそういうことない？は。あ、壊れんのや。へえ。壊れんのやね。ち、中に何か入っとるかと思ったのに。は、あ、あこん敵おるやん、なんか。今の樽壊れんかった。壊れかけのじゃないと壊れんのか。頑張りたけ。え、すごい、なにあれ。おこぼりんたちの集落みたいなのあるよ。へぇー。さっきのさ、あの樽を向こう向いて投げたら気づかれるかな。でもなんか、集団でおったけん怖いか。てや。気づかれない。ほらほらほら。樽が目の前に転がってったよ。気づけよ、やぐらにいる意味。やぐらにいる意味。あ、爆弾とか落としたらさ、いけるんじゃね、これ。え、何？何してるの、あれ。料理作りよる？もしかして。あの辺なんか武器とか入手できそうやな。ちょっとやってみるか。一丁やってみますか。は。てや。あ、向かってきよる、向かってきよる。はてなってなっとる。戻ってった？はっ。ああ、ダメやな、今のじゃ。てや。この近づいてきたときに。あ、暗くなってきたね。てか、今の近くでの爆発雷なんでこっちに向かってこようとしない？あ、あれ、おじいさんや。
おじいさん、あ、なんか聞い倒そうとしよる。ほ、は。え、怖っ。また王だな。やっぱあのおじいさん？何してるの？この木を切り倒してじゃな。薪にでもしようかと思うての。じゃが、思った方向に切り倒すのはなかなか骨が折れる仕事じゃわい。倒したい方向にきちんと体を向けて腰を入れねばならんからの。木を切るには斧が必要じゃ。剣でも切れるが歯がボロボロになってしまうぞ。ってことは結局、斧いるのか。なるほどね。ちょっと待って、斧拾ってくるから。あ、ってことは別のものと入れ替えた方がいいんかな、また。木こりの斧が欲しいから。何と入れ替えよう。ボコブリン、ボココンボ。よし。違う違う違う。木こりの斧。これに入ってボコブリンとこ近づいていってみよう。っていうちょっとした心がけ。どうなんやろ、これ攻撃受けるんかな。どう、なんかこっち見よるけど。そそそ。え、やってきます。え、攻撃受けないんだ。やってきたな。なんですって。クソてめえら。てやてや。はっ。あいつ弓使いやがる。あー、危険危険。あ、でも一匹で追いかけてくるなら全然歓迎よ。あ、逃げてったわ。逃げてったわ、クソ。一匹仲間がいなくなったというのに平和だな。で、それを倒せばいいの？あ、違うか、それじゃないんか。ほら、二匹になったのにまだ騒いでる。あ、これはもう攻撃しに、あ、なんかあっこにもおるし。ボコブリン多いな。え、これなんかおることない？あれ？何今のリス？わからんけど。とりあえず、じゃあ、ここで。よし。はっ。てや。おー。んで。武器切り替えとこ。ん？これで？渡れます？これ。え、違う違う違う。通りたいんだけど。え、通れないの？これ。ジャンプ。おお、上がった。てて。え、確かこの上の方やったよね。ん？違った？違わんよね。じゃあちょっと上がっていくか。お、なんかすげえでかい棒持ってんだけど、あいつら。あ、気づかれた。これ崖の上も登ってくるんかな？いや、大丈夫か。大丈夫っぽいね。めっちゃ匂い嗅ぎようやけど。えへへ。犬みたい。これ体力なくなったら落ちるんかな？こういうところで休憩しながら、あっぷな。あっぷな。横からじゃないといけんのかな？こういう出っ張りの部分にはいけんってこと。はぁ、怖かった。ボコブリンの真ん前に落ちるとこやった。ちょ、待ってね。あ、こういう風に行けばいいってことか。はい、オッケー。ふっふっふ、ボコブリンたち。はっ。さあ、近づけ、近づけ。はっ。あ、崖から落ちてったよ、かわいそうに。かわいそうにね、仲間吹っ飛んだよ、君。あ、一応味方の方とか走っていくんやね。よし、ポコブリンをいじめるのはもうやめよう。次は、あっちの方になんか、すげえ、途中まで走るんや。
絶対崖とか走って上がれんねえけど。身体能力がすごいんやろうね。どここれ行く方向合ってる？なんか生えとる。キノコ？こんなとこにもキノコ生えとんや。あ、こっちに。ゴーゴーだけ。天井へ切り立った壁、崖に無理やり生えるキノコ。どこんでも生える生命力がすごい。料理に使うと移動力が向上する効果がある。へえ。先にこっちで休憩した方がいいね。移動力って何やろ。スピードが速くなるとかっていうこと？ちょっとわからんけど。あ、ほんで次あっちか。よしよし。あの教会みたいな建物なんやろうね。あれは、行ったとこ？行ってないよね、あんなの。ゴーゴータケゲットー。よいしょ。あ、そっか、回復してから上がらんといかんのか。次は、どこ？あ、あれか？ん？あれかな？多分。頑張って、リンク、落ちないでね。まあ、動かしよるの私やけどさ。この辺のもいっぱい。でも、いっぱいはいいけど、あんまり無理して取り寄ったら体力なくなりそうやね。おいし、次はここに、降りよう。いける？よし。あー、怖い。めっちゃ高いやろ、ここ。下とか絶対見たくないやつやね。次はどこ？あ、あそこか？あそこっぽいね。クライミングの能力ありすぎやろ。絶対無理なんやけど、フリーフォールとかでも無理やもん。フリーフォール？全然ちげえ。こういう自然じゃないさ、人工的なやつもあるやん、クライミングって。あれでも無理やもんね。あ、待って。ちょ、待って。一旦、よし。一旦全開にしてからの方がいいね。これで？あ、あとはもう上までいけるかな？いけるか？大丈夫か？頑張れ、リンク。これ落ちたら一巻の終わりやね。おー、着いたー。やったね。ワンモダイの祠。なんか敵出てきそう。大丈夫？おし。出てこない。あ、こっから見渡してさ、次の祠も探せるやんね、多分。多分。だってめっちゃ高いとこまで来たもん。次は塔まで戻る必要ないってことかな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。